んにちは。この顔の白いのは気にしないでください。すごくすごく喉が痛くて、喋るのも億劫なぐらい。今日私一日もデスクワークとかしてたんですけど、もう誰とも喋れないぐらい喉が痛くて、ちょっと今こんなね、クリニックのここは個室なんですけど、ここに今ちょっと先生に診察してもらおうと思って待ってます。体温は5度9低いです。どうかな、鼻水は出ないんだけど、とにかく喉が痛くて、耳がなんかグーってなって、なんかこう唾が飲めない感じで痛いです。順番が来たら先生がここまで来てくれると思うので、ちょっと待っときます。なかなかこの天候にやられてるのかな、疲れなのか、全身がだるいです。今先生から診察が終わったという電話がありました。あ、いらっしゃい。ちょっとこれは気にしないでください。どうも喉が痛いだが、見ましょうか。ちょっと我慢ができんくなってきた。うん、結構ガッて赤いよ、濃く垂れてらっしゃる。蓄膿みたいになってるね。ちょっとこの人副鼻腔やな、ね、耳まで取らせたい。何ですか、顔ですか。喉が痛いって言ってるじゃないですか。すごい鼻毛です。喉です。見たよ今。いや、奥もボコボコ、すっごい垂れてる。いや、痛いと思うよ実際。痛いよ、うん、それで、うん、耳までガーって痛いの今。耳見ろってことですか。うん、喉がただれてるそうです。鼻が多分喉に垂れてるんだろうね。喉が痛いと何にもできないよ。喋るのも億劫だし、食べるのも億劫だし、今日お昼はうどんも食べました。はい、見ますか。いて、お忙しいです。あ、耳は綺麗で、鼓膜はな、うん、耳くそは若干入ってます。キノコは、キノコは入っておりません。はい、あ、来てくださるんですか。どうした？事件？いやいや、見にくいかと。ああ、大丈夫だよ、事件ないですと。っていうことは今日の病名は何でしょう？副鼻腔かな。鼻か。から喉に来て。ここに膿が溜まって、垂れてきて、喉をこう通って、垂られてしまってます。どうしたらいいですか？なんか薬欲しいです今日。え？薬が欲しいです。ナオヒロの爪の赤でも信じてる。なんじゃけ。ついにヒカルさんの番か。映ったか。やっぱなってるさ。私からまた私から回るんじゃない。やだな。なんかすごい今朝っていうか夜喉が痛くて目が覚めて、うん、それでうち今朝みんなでコメダに行ったんだけど、なんか食べ物も食べれん。あ、確かお前ヨーグルトだけ、蜂蜜ヨーグルトだけ食べちゃったな。なんかあの喉が痛い時、あのパンくずとかがこうなんか、わかる。で、今なんか一番痛い。なんか頭も痛いし、喉が痛いけど。熱はね、ありました。5度9脈は、脈拍今日おとなしく薬飲んで、いい子にしときます。で、今日ね、雨でしょ。雨に打たれたり、だから寒いのよ私。こう見て、この雨なのに運動する気満々。半袖だしな、うん、暖かくして出ておきます。もしなんか見てるカーディガン暑いびしゃびしゃ汗で。薬ください。はいはい、しばしまたれ。ありがとうございました、はいはい、診察料はこの後お支払いしますのでじゃあねー。え、マツコと
数分待ちぼうけでした。まあ、もっと薬もあるけん、あるけん、それだけ追加だ。追加でこれも飲むと、うんうん、分かりました。うん、どれくらい飲んだらいいんですか。うん、どれくらい飲んだらいいんですか。朝、昼、晩、寝る前。いや、ちょ、何日間。朝、昼、晩、晩、晩。すっごい元気だね。元気なんだ。逆やん。朝晩だからこれ。朝が5日間だな。飲み切り ?5 日間飲み切り。あ、飲み切ったもいいんじゃないの。働いてるから。いや、でも確かに言われるように、痰が喉に絡む。でしょう、うん、だってそういう風に、だってそこ、なんか炎症した、炎症物質がそこ通っとるけど、そんな、なんか。溶けとるってこと？溶け、あ、まあ、それに近いな。へぇ、痛い。むしろ通って、ただれて、痛い。すごい元気だね。な、そう、席は？先なんか出んよ。治った？うん。結構でも長かったよね、今回は。長かった。あ、ね、元気が一番よ。ぶっちゃけ昨日なんかちょっと変な席出てたんだけど。うん。まあ、なんとかんとか大丈夫。次は私です。ね。なんか全てが大義。もう帰って寝たら。いや、もうやらんといけんことがあと一個だけある。それはせんといけん。何するの。メール。メールぐらいはしたら朝と5分で終わるだけ。でもメール打っとったとこだった。ここで薬が出るまで。うん、 PC やった方が早いよ。スマホやつちょっと時間かかんない。いや、そうなんだが、でもあの違う場所にあって PC が。ああ、行くや横着続けんな。寒いんだが雨で。そうだな。まあ、そんな感じでございますので、皆様体調には気をつけて。そうだね、早く寝なさいと。そうだね。もう声が慣れてくるやつよ。いや、そんな私また多分またろう。咳が出るのが怖いんだが、肋骨が。肋骨でも一回折れたら強くなるんかな、骨は。うん、まあ迷いが強くなるんだよ。はあ、折れにくいか。うん、まあ一回けど折れてくっつくとしなりが悪くなるけど、硬くなるけど。ああ、なるほどね。気をつけよう。だけどひどくならないようにちょっともういろいろちゃんとしよう。薬とかちゃんと飲もう。良くなったと思ってやめたらいけんね。ありがとうございました。ちょっと待って、急に寝たかったの。でも多いよね、最近患者さんもね、うん、みんななんか多いよ。季節のあれかな。だから皆さん気をつけましょう。バイバーイ。やあやあやあ、喉がさ、うん、あのトランサミン、うん、喉が痛いやつ薬、うんうん、出してもらったんだけど、うん、まだだ。ブツブツになっちゃってって。ああ、前回よりはマシ。耳が痛い。あ？こっちの耳の中見てください。見えへんわそんな。じゃあこっちから痛いんじゃなくて、耳の中が、この中から耳の中が痛いの。ちょっと右を見てください。右。ちょっと辛いこと言ってるな。右ね。分かった分かった。右大したことないよ。大したことないんです。え、うん、奥が一番、奥の壁が一番荒れて、ね、荒れてらっしゃいますね。痛いよ。そうじゃないよ。でもほんと、なんかタンがめっちゃ出る。うん、蓄能だな。早く元気になりましょう。た、今日はさ、うん、レモンちゃんがいるみたいよ、家に。なんで。だって言ってたじゃん、昨日部活が10、うん、午前中までか。あ、そうなの。うん、早く来ないかな。来るのあいつ。え、でもこれせんといけんかなと思って。あ、ピッピッピ、うん、レモンに、うん、ニキビに。ああ、せんといけんな。
2週間経ったけん、うん、やってあげよう。この先生のピ赤いピッピッピ見えますか皆さん。それを見せてあげてたんですよ。そう、これ見せてあげたらいいのよ、ね、これなんか進行性ニキビにも効果があるということで、これね、ピッ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 ってここでジュッ、ね、ジュッってやつ。レモンちゃんもここニキビが気になるって言ってたけん、ヒカルさんもこれしてだいぶとトーンアップしたよね。どう？いや、めちゃくちゃいいっすよ、びっくりよ。あとこの肌ツヤが良くなった。二重顎っていうの、首のシワが気になりますね、これがね。はい、だって今こうしとるけんならちゃんとこう持ち上げましょうか。あるね。そう、ここに首にね、年齢が出るからね。あるね。最近は首まで化粧水とか塗るようにしておりますわよ。トライアスロンに向けて運動もしないとダメだし、頑張ろう。昨日途中でね、嫌になって迎えに来てもらっちゃった。昨日水曜日昼からお休みでちょっとランニングしてたみたいで、途中でママに向けて走ってたんだって。ダメ。何キロ走ったんですか？10キロぐらい。ダメじゃん。12キロぐらいは走ったかな。12キロぐらい。なんでそんなさ、カメラ中ブツブツジンマシンが出てるの？出てる。すごいよ。映していい？どういうこと、どういうこと。え、これさ、外カメ内カメどうしたら、一回ちょっとどうしたのこれ。何何？ジンマシンだと思うよ。ちょっとこう写真撮ってあげようか。うん、ね、皆さん。やだやだ。その首までさ。うん。首までさ、何？化粧水塗っといて、ちょっとだけ化粧水。合わんのかわし、うん、ちょっと持っててもらっていいですか、このカメラを。わかりご自身でどうだい、わかりにくいなぁ。どうなってんすか。首がもう真っ赤です。あ、ノーして、ノーノーじゃない、ウーだよ、はい、ウーしてって言ってくれる。ノーだと違う。ちょっと見てみてください。ここあ、なんか痒いと思っとったんよ。もう一個写真見てごらんなさい。なんでこれリンジェロン塗らない。いや、すごいわ。何かにあれ負けとるな、これ。やられとるでしょう。やられてる。あ、電話かかってきたけん、じゃあへー。おはようございます。今朝は喉の痛みも和らいで朝ごはんもしっかり食べました。ピザを食べました。ピザトーストを食べました。喉が痛いのはなくなったけど、なんか次はちょっとだけ咳が出るようになっちゃって。におみちゃん、何しとるの。おみちゃん、そこで。おみちゃんだよね。このうめちゃんっていう名前が、あのね、指輝にもうめちゃんがたまたまかぶったというか、たまたま一緒だって。あの、今のクリニックに入る前に、梅ちゃんをお家に来てくれて、我が家に。ね。で、クリニックに入ったら、先生の子供さんも梅ちゃんっていうか、梅ちゃんって珍しいねって言って、お互いね。で、梅ちゃん。ちなみに、うちの梅ちゃんは梅子ちゃんです。本当は梅子ちゃんだけど、愛称は梅ちゃんです。眠たいの？あ、しょっか。眠たいの？寝てもいいやん。もうちょっと寝ようか。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ダウンタイムナウト。すごいでしょ、これ。そんなに後がつ、これがどうなるかってとこがね、ポイントでしょう。これがすごく綺麗になるから、この辺の、ターンオーバーだからね、2週間後お楽しみにね、これすごいことになってるけども、これぐらいのダウンタイムにはなるから。ね、ピッ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 ってか、これが怖い怖いと思うけども、これで綺麗になるから。見ててみんな、うん、楽しみにしてて、うん、タネちゃん何食べてるの。これ、コーヒー。
氷食べてるの？うん。氷が好きなの？うん。そっか。氷、氷をなかなか食べないよね。なんかブンって言ってるよ、ブン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 。ポテトだね。東京タワー消えちゃったよ。時間か。0時00分。